旭川市に住むカカオくん1歳。ドアを開けて入ってきたのはお風呂場です。カカオ入れないわお父さん来てからじゃないと。お父さん来てから入るの。大好きなお風呂にすぐに入れず、なんとも悲しそうな声を出すカカオくん。なんでだよ。入れてくれ。一緒に入らせてよ。バイバイ。多くの猫ちゃんはお風呂嫌がるんですが、カカオくんは大のお風呂好き。珍しい。ですが、お風呂はお父さんと入るルールになっているんだそうですよ、川野さん。すっごい、いや一緒に入りたい。癒されそうですね。ちょっとこのバスタブに手をかけてる仕草が、なんか土屋さん人間っぽくも見えます ね。いやなんかもうこんな可愛かったら毎日でも一緒に入りたい。そんなお風呂が大好きなカカオくんなんですが、お風呂の後のドライヤーは苦手だということなんです。